皆さんこんにちは、ゆずなです。パーンパーン調子乗りました、すいません。6月8日に、私アーティストゆずなとしてのセカンドシングルがリリースされました。イエーイ、よい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 よ。はい、今日はですね、まあその私のね、Make You Want Me の、まあ、楽曲についてとか、ミュージックビデオについてとかを話していきたいなと思います。最近の近況報告。あと、6月18日。私、まあね、6月17日にちょっとお誕生日でして、24歳を迎えるんですけど、その翌日の18日にですね、私の初のファンミーティングを開催することが決定しております。そこでですね、フリーマーケットをですね、フリマをやるんですけど、ので今日はちょこっとね、どういうの出すのかっていうのを今日は紹介したいなと思います。いっぱい盛りだくさんでお届けしたいなと思います。最後まで見てください。まずはですね、新曲 Make You Want Me についてなんですけども、皆さん聞いてくださいましたか？ほん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 、そうですか、そうですかありがとうございます。Make You Want Me はね、私のこと欲しくなるでしょみたいなイメージなんですけど、まあ、今回もあの作詞に携わらせていただいて、アライと1曲目と同様に荻野ゆいさんに、一緒に入っていただいて、素敵な楽曲が完成しました。レコーディングもね、ほんと9時間ぐらいかかったんですけど、もうほんと毎回ゆいさんがね、まあ、ディレクションしてくださって、まあ、全体のね、楽曲のコンセプトとしては距離があるこう男女のこう駆け引きの話なんですけど、女の子のこうなんかもどかしいけど、なんかこう行きたいけど、でもこう思ってるんでしょ、でも私のこと欲しがって見てよみたいな感じの結構強めなね感じにしました。まあジャケットもね公開になって、まあ、私のねこう横顔なんですけどまあアライトに比べては、まあ、すごくアップテンポな、まあ、楽曲になって、まあね、激しいダンスナンバーってよりかは、まあちょっとこう乗れる感じの、リズムに乗れる感じのあの楽曲になっております。気に入りのところは、私はね 2A2B が好きなんですけど、なんか曲を作っていく時も、こう1番ってやっぱりこう大まかなさ、ストーリーのさ、最初の話をしてるけど、2番になっていくにつれてどんどん内容が深く濃くなっていくから、もっとこう気持ち、このムズムズした気持ちをこう2番でもっとギュッとしたいなと思って書いたんですね。で2番が、今日の始まりに眠りにつく君、追えば追うほどに遠ざかっていくの、Tell me you really love me, then you go for days without me. 本当に私のこと愛してるって言うくせに、平気でなんかこうほったらかすみたいな。See, I could fly wherever, どこまでも飛べるはず、素直にさえなれたら、I know these nights won't last forever, こんな夜だって一生続くわけじゃない、これ以上はもう好きにさせない、I ain't the type to go down with that love, bye. されるがままでいられるタイプじゃない。ここめっちゃいい。もう最初聞いただけ、あーってなりました。 I ain't the type to go down with that love, I my セリフ一つくらい聞かせてあげるって、ここ結構強いね。だんだんこうなんかもう強がってくるけど、これ結構本当に自分的には、自分の中では結構過去一、あ、いい曲できたって思える、自信を持って胸を張れる楽曲になったので、本当にいっぱい聴いてほしいし、こういう駆け引きってちょっとねもぞもぞするけど、まあ、実際こんなに強くいけないんですけどね、私は言えないけど、まあ、歌だからこそできるこの強さ感っていうのかな、っていうのを存分に皆さんに感じてもらいたいなと思います。でミュージックビデオもこのサイズの縦バージョンと、あの普通の通常の横を両方作らせていただいたんですけど、縦も横も全部ワンカメ、ワンロール、しかもロケの撮影だったので、ロケはマジ何が起こるか分かんないから、歌詞を間違えちゃったら最初からになっちゃうから、やばいやばいやばいと思いながら、なんとか無事に撮れて、もうとっても綺麗な映像に仕上がって、まああのちょいちょいね、まあ、私もねこう、まあ、やっぱりワンカメワンロールだから、その中でどうこう曲に乗せれるように、なんかこうミュージックビデオとして伝えられるようにっていうのを考えて、ちょっとした表情の変化だったりとかをこう気にしながら、あの頑張って撮影したので、ぜひミュージックビデオ縦バージョンも横バージョンもぜひ見てもらえたらなと思います。縦バージョンはね、6月の
8日の12時に出たんですけど、横バージョンが6月10日の8時に夜8時にアップされるので、ぜひ皆さん、そちらもチェックしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。まだまだアーティストとしても活動して、皆様にいい歌を届けられるように、等身大な、ね、歌を届けられたらなと思います。はい、楽曲はもう、まあ、ライトと全然打って変わって、まあ、1曲目はもうほんとメッセージ性だったんですけど、まあ、今回はまあ世界観だったりとか、かっこいい感じだったりとか、音っていうものにもすごくこだわって、まあ、あとはもう歌詞っていうのもすごく、重要視してるので、ぜひ皆さん歌詞を、リリックを見ながら、いっぱい聴いてもらえたらなと思います。なんか本当にこう、この曲書いてる時は友達から聞いた話とか、なんかそういう、こういろんな人の恋愛観を聞いて、何の気なしにこう、あ、こういう歌あったら面白そうだなと思って書いたんですけど、なんかこう今の自分にもぴったりだし、なんかこう、きっとなんかこう全然違うシチュエーションでもこういう風な気持ちに思う人はたくさんいると思うし、こんなに強く思うくらいついてくれてるって幸せ、すごい風がついてくれてるって幸せなことですよっていうのを皆様にちょっとお伝えしたいので、弾かないでね、本当に弾かないで、絶対に女の子はもう共感してゴリゴリ聞いてください。あとね、まあ本当に私2番の AB がめちゃくちゃ好きで、歌い方も力強さをもっと交えたりとか、もろくても壊れても You always come back、 分かってるんだっていう、こうなんかブワーってこう広がっていく感じもすごく個人的には推しポイントなので、ぜひぜひチェックしてみてください。この歯がゆい女心、強い、なんか考えちゃうし終わっちゃうんだけど強くありたいっていう願望の女心の、楽曲なので、ぜひチェックしてください。お願いします。はい、次はファンミーティングで行うフリマでね、何を出すかチュロッと紹介したいなと思います。最後にじゃあまずパーン、これまあYouTube でも着てたかな、カーディガンです。これ、かわいいよね。こういうのとか、ほんとこれマジ2回ぐらいしか着てないんだけど、この白物。でもね、これ裏着物ね。これズボンもある。ほら、こういうやつ。シンプルな白のセットアップとか、あとは、ロンティーとか。これはね、フッサ。フッサに行った時に買ったんですよ。こういうね。そう、このロンティーとか、まあでもサイズがあるからね、でも私のファンの方、男の方あんま少ないと思うんだけど、サイズあればいいけどなって感じなんですけど、あとはちょっとグレーっぽいジーパンとか、これもパンツ、ハイライのちょっとフレアっぽくなってるパンツとか、このねワンピース、これもトレーナーワンピースで、裾がねレースになってるんだけど、可愛くない？これね結構気になったの、白のワンピース可愛いです、これとか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 、まあ、あと他にもトレーナーとかもあるし、あとカバンとか靴とかも出そうかなと思ってるので、皆様は要チェケラしてください。まあでもパーカーとかも何個かあるので、パーカー大きいものとかもあるから、メンズもね大歓迎なんで、ぜひぜひ皆様お待ちしてます。フリマこんな感じ。ファンミーティングは昼と夜とあるんですけど、まあ、2個に分けて出そうかなと思ってるので、遊びに来られる方はぜひフリマの方も、ね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。でファンミーティングってどんな感じなんだろう、本当になんか準備がすごいバタバタで、私もなんか何をしたらいいか分かんないんですけどでも本当にライブもあるし、ライブはまあね、まあ、新曲もやれたらなって思ってますし、カバー曲も考えておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにしててくださいって感じなんですけど、何歌おうかな、何歌うんだろうね、あーって感じ。お客さんの前で直接歌うっていうことも本当に久々だから、ファンの皆様の前で、私もすごく楽しみだし、久々のゆずなの歌を聴きに来てもらえたらなと思います。よろしくお願いしますということで、まあ、最近のゆずなの近況報告ということで、まあ、最近喋りすぎなんですけど、まあ、今日はね結構ね、なんか最近何してんのとか、まあ、リリースもしたしとかっていうので、こう皆様にシェアハッピーできればなと思って、雨がすっごい降ってきた今日さ、雷やばくてさ、やばい日だったの。今日私ツイッターですごいつぶやいてたんだけど、雷やばくて、本当に。私、もうこの世で、椎茸が一番嫌いなんだけど、でも椎茸を勝ると思った今日、本当に。椎茸を勝るほど嫌い、雷が。本当にダメ。
もうにんって一人で家でこんなになってて、まあ梅雨の始めということでしょうか。梅雨の始まりを奏でてらっしゃるのかなって感じなんですけど、私はちょっと嫌いです。はい、ということで、こんな感じなんですけども、皆様どうぞ、アーティストゆずらとしての2曲目、Make You Want Me もよろしくお願いします。ということで、ファンミーティングも皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いしまーす、ね。まあ、地方の方もね、来れないっていう方もいると思うんですけど、土曜日なのでぜひ来れる方は、お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録、高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。また見てねー、アンニョー。